おはようございます。おはようございます。じゅんです。カメラゆきりんです。お、ゆきりん、カメラありがとうございます。今日はですね、じゃん、このアマチュアゴルフワールドカップの予選のね、鶴舞カントリークラブに来ています。この大会は事前にハンディキャップを取ってなきゃいけなくって、私もですね、楽天ゴーラでハンディキャップを取りました。私のハンディキャップはこれです。 8.4。 意外にね、10ぐらいちょっと欲しかったんですけど、 8.4、 意外にまあ思ったより良かったっていう感じです。うますぎた結果、うますぎた結果で、15未満と15以上で A と B と分かれてて、私は15未満になるので A に、 A チームになります。で、今日のスコアからこのハンディキャップが引かれて順位が出てくるので、まあ15未満だったら引かれるんだ。そう、だから多い方が良かったわけよ。なるほど。そう、そうだ、10とかね、12とか13とか14とか、あ、なるほど。そうであれば、まあかなり上位に入れる確率が高くなるんですけど、私ちょっと 8.5 だったので、1位2位にならないと、A チームで1位2位にならないと、確か、あ、違う、6名だわ。6名か、2回たら6名だから、あ、いけるかな、もしや行ってください。もしかしたらいけるかも。いけるかな。でも目標スコアは、目標スコアは85は切りたいかな。今日はどっちから回るんですか。ね、金です。金はじめましてなんですが。あの、ゴールドティーですね。フロントティー。あ、はいはい、はい、そう、多分レディースティーだと5000前半になっちゃうかな。なるほどなるほど。か、もしくはないか。そうそうそう。で、5500ヤードぐらいの距離を、今日は回るんですけど、はい、そう、レギュラーティーではないです、はい、フロントティーです、はい、ちょっと最近ドライバーもチーピンとかすごいから心配ではあるんですけど、でもすごいゴルフ行かれてますもんね最近。そう、逆に行き過ぎて、あ、なるほど、かもしれない、とりあえずね、決勝参加して盛り上げて、この大会を盛り上げ、最終的には上位に入らなくても、この世界大会モーリシャスに連れてってもらえたらなと思っております。イエイ。運営の方々よろしくお願いします。いや、だってさ、モーリシャス行かなかったら何のためにこの大会に出たって感じじゃない。逆にね。そう、モーリシャスが呼んでいる。モーリシャスが呼んでいます。確かモーリシャスはそんなに多くないと思うんですよ、人数が。カテゴリー A とカテゴリー B の数名だと思うんで、難しいから、やっぱ盛り上げて、リンゴルフって盛り上げてっていう感じです。はい、ということでですね、まあ8時50分ぐらいスタートなので、あと20分ぐらい、なのでそろそろ、もうすぐですね、はい、行きたいと思います。はい、応援してます。よろしくお願いします。応援よろしくお願いします、はい、今日は真面目にゴルフします。真面目に、はい、はい、行ってきます。行ってらっしゃい。改めましておはようございます。おはようございます。本日はアマチュアゴルフワールドカップ2021にご参加いただきありがとうございます。まずですね、スコアカードの方をお配りさせていただきます。またコース内ですね、何ホールか、特設ティーがございますが、そちら特設ティーは使用できませんのでご注意ください。なのでボールが危ないなと思ったら暫定球の徹底の方をお願いいたします。それではボールの確認をお願いしてもよろしいでしょうか。私 B で全部、はい、スリクソン、あ、スリクソン、わかりました。私キャロウェイ、キャロウェイ、はい、それでもピンクライン出てます。はい、じゃあワンボールの条件ございませんので、ボール変わる際皆さんで共有の方だけお願いいたします。はい、今日一日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、自分から。そうです、谷間さんから、はい、お願いします。全く緊張感ない。確かに。楽しみですね。そうですね、6人いけるってことはかなり可能性ありって感じですよね、多分ね。行ってほしいですね、うん、まあ、よいしょ、行けちゃったら行けちゃったでさ、兵庫確か、じゃん、
美味しいご飯がたくさんあるの。そうだし予算足りるからみたいな飛行機代でしょつって新幹線か新幹線でしょ。楽に行けるホテルでしょ、うん、しかも GoTo GoTo トラベル、うん、チャンスじゃん。いくらかかるかなつって計算しちゃったよ今しちゃってんだよね足も引っ掛けないように気をつけなきゃ。天気がいい。あ、そう325。よろしくお願いします。ちょっと右だけど大丈夫かな。大丈夫じゃない。右向いてたからママうん、ああ6番じゃないぐらいないけど、なんか6番アイアンで言うとかな。1センチにくそ。え、でも大丈夫。大丈夫ですか。ラフがひどいです。ああ右行っちゃった。うん、でも大丈夫。ラフやだ。オーケー。うん、え、もっとあったよね、やっぱり、うん、でも150ないぐらいのはずなんですけど。うまい。うん、こぼれた。暑いな。こぼれたね。45ぐらいだと思うんだけど、うん、58で打ちます。はい、ありがとうございます。ナイスオンです。順調ですね。うん、いいスピンがかかったんじゃないでしょうか。まっすぐでしょ。綺麗綺麗。あんなの打ちたいですよね、本当に入れてパーかな。いや、分からん。ちょっとでも、まだパターの練習もしてないし今日何もしてない。速さ 9.0 っていうのだけは確認した。あーお先です。5です。面の松あるじゃないですか。何夢中で嘘なんか言ってた。喋れましたよ。左引っ掛けたなんて考えすぎたってね。ダメなんだって。なんかすごい海外みたい後ろ。だんだん畑ってやつよね。あ、だからか。だんだんしてる。だんだんどうして、どこに打とうかな。あの斜面の木ですか。そうです、はい、方向は、右の方向はその方向。わかりました。あ、そうそう、かなり右。あ、左行ったけど、うん、いや、完璧じゃない、うん、ナイスショ。大丈夫ですか。え、めちゃめちゃ綺麗でしたよ。でも私もっと右狙ってんだよね。いいよ、めちゃめちゃいい。まあ、いっか。はい、乗ってこう。順調ですね今のところね。うん、ただね、今日は、まあ、ラフが結構密集しててとか、うん、なので本当にラフに入れないようにしないと、うん、セカンドがきついかもしれないんですよね。しかもすごい濡れてますもんね。うん、打ちづらそう。打ちづらいと思うんだよね。でもね、すごいいいコースね。うん、綺麗だし、すごい綺麗。キャディーさんも優しいし。うん、キャディーさんも優しいし。後半のお二人も、いや、ね、めちゃくちゃいい、ね、うん、気さくというか、うん、よかったです。もう全然、ね、本当によかった。なんか肩苦しくなくて。私も安心しました。
されると思ってきてた急に先生したっつってはい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 、はい、とか言ってやるさっつって私でもラフまで行ったかもしれないかな。あ、めちゃめちゃ綺麗ですね。行きます。110しっかり9番アイアン。ラフが本当にすごい。うん、ここはかなりこれです。はい。ナイスオン。しかも転がった。止まった。ありがとうございます。ナイスオンです。完璧です。パーです。しっかり。ありがとうございます。ちょっとパー狙いに行った説あるよかもしれない、あの距離 OK じゃないと、うん、確かに普段打たないから、ね、疲れる、なんかミスらないと思うけどそう、ちょっとプレッシャーがないですよね。これをミスったらもうメンタルやられるなと思って。パー3です。150ぐらい、150ぐらい見てます。豪遊で打ちます。豪遊です。豪遊で150いくの。ちょっと右側、右攻めで、やばい、左側バンカー入ってバンカーだ。オッケー。 あー、よかった、うん、OB じゃないだけね、うん、いやー、青木バンカー順なんで、青木バンカー順出す、うん、大丈夫です。あー、重そう。青木バンカー順の登場です。あー、重そうですね、うん、ナイスアウト、うん、もっと入る予定だったんだけど、こっからがスライド右に流れ、ゴー、ダメだわ、くるくるくる、全然右出た、もっと左だった、ボギーだな、うん、あーちょっと見すぎた、まっすぐですよね。微妙に切れた。なぜか全集中、全集中トリです。やばい、そんなことあるんですね。あるよ、まあ、でもしょうがないな、うん、合ってるトリ、むしろえ2で出したでしょ、3でやって、4、5、6、うん、そうだね、うん、